青森ねぶた祭りに参加する青森市 PTA 連合会のねぶたの題材がお披露目されました。中学生が考えた題材をねぶた師が形にするという新たな試みです。2月中旬に行われた青森市 PTA 連合会主催の大型ねぶたコンテスト。ねぶたの制作過程から関わることで子どもたちに伝統文化への関心を高めてもらおうと、今年の大型ねぶたの題材を募集しました。青森市内の小中学生から寄せられた25の作品の中から、当時高田中学校1年高橋優馬さんの龍神と大ナマズが選ばれました。先月下旬、ねぶた師内山隆生さんの制作小屋では原画の色塗り作業が行われていました。中学生の題材をもとに改めて構造を考え、ねぶたの迫力や鮮やかな色彩を加えたそうです。新しい試みなので戸惑いっていうのもありますか？あるの、なんつうんだべな、まあ、その子がねぶたに対するその思いつが、そういうのは自分で把握してそれに沿ったような絵にするっていうことはやっぱり非常に難しいよね。やっぱりこれからは子どもたちの夢を叶えるっていうのもねぶた師の役目だと思うんで、まあ今回に関しては良かったのかなっていう感じはします。題材は能登半島地震の被災者への思いを込め、地震を起こす大ナマズを退治する場面です。ナマズも出てくるし龍神も出てくるってことはやっぱりそれなりに勉強してるし、まあ今の時代でいけばやっぱりこういう題材も必要だなっていう感じだね。原作者が納得してくれるような絵を目指していろいろ考えてやってますけれども。そして先日行われた青森市 PTA 連合会の決起会、完成した原画がお披露目されました。内山さんは応募作品を振り返りながら、子どもらしさや迫力を出せるように描いたと説明した上で、祭りへの熱い思いを伝えました。子どもたちが参加して初めて祭りが成立すると思うんですよね。我々小さい頃もやっぱり何が動いてるかっていえばねぶたに参加して、それが糧となり力となり、そして今に至るっていう感じですんで、子どもたちが能登半島の復興を願って、まあ、題材をこう考えたんですけども、それが形になって非常に嬉しく思っております。今年はただ成功するだけじゃなくて、後世にですね、つなげれるような形でいければいいかなというふうに思っております。会場には題材を考えた高橋さんの姿も。自分が描いた下絵がもうこのようになんかすごくなっていて嬉しいです。見たことはないんですけど、どのようにできていくのかを見てみたいです。中学生の思いを背負い、内山さんはこれから本格的な制作を始めます。やっぱりこの子どもたちと一緒になって最後は楽しい祭り、それを目指して我々頑張っているので、手を抜かずに最後まで一生懸命頑張りたいと思います。